思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレード、UC ハードグラフ、ザク地上戦セット。時は、宇宙世紀 0079、月の裏側にあるスペースコロニー軍、サイド3は、ジオン公国を名乗り、地球連邦に対して独立戦争を仕掛けた。同年3月、ついに、地球への第一次降下作戦が開始され、ジオン軍のモビルスーツザクの前に、地球連邦軍の戦力はなすすべもなく各地で敗走。劣勢に立たされた連邦軍は、対 MS 重誘導弾リジーナ、そして、地上での主戦力である61式戦車で迎え撃つ。機動戦士ガンダム MS イグルー2、重力戦線とは、2008年10月から前3話構成で展開された作品なのでおます。ジオン軍からの視点での演出が鮮烈だった前作とは異なり、今回は、地球連邦軍視点の地上戦メインのストーリーに変更され、前作のファンからも、おおむね好評を博した良作なのでございます。そうだ、その通り。ジオン側からの視点だった前作とは異なり、今回は連邦側からの視点に変更。回ごとの主役が、戦場にて、乗っている機体ともども最後を遂げる点は変わらないものの、前作でのジオン軍の兵士らが、カタルシスを感じさせるようなシーンで、華々しく散っていったのに対し、今回は、死神に見つめられながら、ラストで無慈悲な現実に直面して非業の死を遂げるという、連邦軍のファンが見たら、ドボジでドボジでこうなるの?という内容が素敵、素敵すぎ。ジオン軍のファンにすれば、てめえらにゃあそんな最後がお似合いだぜ、てな感じのイカス演出だったりした問題。そうだっけ?もともと、MS イグルーはガンダムが出ない作品の上、ジオン軍が地球上への降下作戦を実施した直後は、連邦軍にモビルスーツなどは存在せず、1話では、対 MS 重誘導弾リジーナ、2話では、地上戦の要である、61式戦車がザクに対抗できる戦力として登場するのでございやす。戦車は、急増された歩兵用のミサイル兵器で、照準装置による敵機の捕捉と、有線式誘導弾によるピンポイント攻撃を可能とするも、基本的に一撃必殺を強いられる兵器は、狙いを外せば、それは即部隊の全滅を意味するという鬼仕様。実際、劇中ではザクの撃破に成功するも、攻撃を仕掛けた分隊は全滅。こんなとほほな兵器、他の作品には出ていないだろうと思いきや。一応、ガンダムユニコーンにもちょい出してるのですよ。どこに出てるかわかるかな?そして61式戦車は、地球連邦陸軍の主力戦車で、連装式の格好法が特徴的な戦車なんどすえ。間違っても、以前自衛隊で使っていた戦車のことではないので念のため。機動戦士ガンダムに登場した当初は、連邦軍の戦車くらいにしか呼ばれておらず、やられ役としても出番が少ないマイナーな機体ながら、主砲である連装式格好砲が、ザクに対しても十分な威力を発揮する上、地上での走破性に優れる優れものだったのでございます。衛星を介した容器とのデータリンクシステムにより、たとえ長距離でも精密な射撃を行うことも可能で、実に、ジオン独立戦争以前は、地上戦において陸の王者と言っても遜色のない、戦車としては究極のモデルだったのだけれどもね。ミノフスキー粒子が散布された状況ではデータリンクも使えず、ザクに対抗するには接近戦を余儀なくされ、一度接近を許せば、鉄の缶桶とかしちまうパティーン。そんなとほほな役どころの戦車ながら、劇場版では、赤鼻の悪怪やゾックを撃破するという、摩訶不思議な活躍を見せたのですよ。わけわかめ。その後、第 08MS 小隊では、情報量を増す形でデザインがリニューアルされ、MS イグルーにて、若干デザインを変更したタイプが登場し、ヒルドルブやザク2を相手に、ドッタンバッタンをお騒ぎしたのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2009年2月、機動戦士ガンダム MS イグルー2、重力戦線の仕様にて、HGUC のザク2に、豊富なオプションパーツをセットした地上戦セットが発売される。成型色を変更したザク2のキットに、新規造形のランナーを2枚ずつ、そして水転写式デカールを追加したキットは、コストパフォーマンスが良すぎると、ジオラマ好きのガンプラモデラーを中心に人気を博し、発売から10年以上経った今も変わらず、優先度の高いガンプラとして君臨しているという。キットの値段は2200円。2009年2月に発売されたキットだよん。ちなみにキットは再販版。初回版には箱にシールが貼られ、特典としてゲームのプロモーションカードが同梱されておりやした。発売以来、そのコストパフォーマンスの良さが人気で、今でも評価が高い名キット。UC ハードグラフと連携した商品の一つで、2003年に発売された HGUC、量産型ザク2のキットに、シャア専用ザク2についてる波兵の頭みてえなパーツと、グレー成型の新規ランナーを2枚ずつ、コアナモデラーに人気の、水転写デカールを追加したセット商品なのでございます。
ネイキッド、来たー。一年戦争の激戦を再現する地上戦セットは、ゲームのギレンの野望シリーズの序盤で、何度も見慣れたシーンだけに、なんだか既視感が半端ねえ。もう少し後だったら、進撃の巨人みてえだと表現したかもしれん、かもしれん。その内容は、HGUC の量産型ザク2に、61式戦車5型が2両、ワッパが2機、ジオン兵のフィギュアが2体に、連邦兵のフィギュアが4体と、多彩なオプションパーツを加えたハードグラフ仕様のアイテム。量産型ザク2は、重力戦線をイメージした濃いめの成型色でセット。モノアイを色分け用のシールで再現し、機体各所にある S マイン発射口のディテールを、付属の水転写式デカールで再現できるのが秀逸なのだよ、おっかさん。ギミック的には、モノアイ部分がモノアイレールごと左右に稼働する仕様で、引き出し式の肩関節や、足首の二重関節などは特に人気があった部位ですな。ベースになったキットがアニメ設定遵守のため、ディテールは少なめ、ランドセルのバーニアノズルや腰の関節もオミット。何せ、アニメ本編では F 型や J 型なんて区別はまるでなく、作画しやすいように線を減らしていった結果、すんげーシンプルなデザインに落ち着き、この独特のデザインをして、未だに根強いファンが存在する理由なのだと人の言う。武装は、ザクマシンガンにザクバズーカ、ザクバズーカの弾頭と噴煙のエフェクトパーツが2個ずつ、ヒートホークとそのラック、三連装ミサイルポットが1組、クラッカーが2個、シツルムファウストと、両部の両側につけるラックが2個ずつ、その他、通常タイプの拳状の持ち手と武器持ち手が両手分、新規造形、グレー成形の右のシュツルムファウスと両持ち手が2個、表情のついた左の平手が2個付属し、指揮官用のヘッドパーツとブレードアンテナも付くなど、盛りだくさんの内容なのだよ、こんちくしょう。名称はザク地上戦セットでも、実質的にこのキット最大の売りというべき、61式戦車5型は、全体に施された精密なディテールがすんばらしい出来栄え。上部機銃のフラッグがうるさいながらも、日本の砲塔が独自に稼働する上、破壊されたリタイトエフェクトパーツを用いて、攻撃を受けて爆発するシーンを再現可能なのだよ。まあ素敵。でもってワッパは、可動部分はないものの、座席に座った姿勢のジオン兵士がついているのが嬉しいね。そうかそうか、よかったね。正直なところ、このキットの発売時点で、HGUC のシャア専用ザク2の発売から6年以上が経過していたことや、元々のキットの情報量やコンセプトが違うため、精密なディテールが施された61式戦車5型と比べると、情報量の差からか、違和感を感じる仕様になっていたのは間違いねえ。実際、MS イグルー2の仕様というよりは、前作に登場してヒルドルブと戦った、セモベンテ隊を再現する仕様といった方がしっくりくるのが意味不やね。とはいえ、HGUC のザク2は、発売から時が経ったといえど、モデラーが嫌気する要素が少ないために愛好者が多く、今回、ハンドパーツなど追加されたパーツも多いので、単品で購入するよりも、こちらの商品を購入した方が断然お得なんどすえ。だが、しかーし、おそらく、このキットを購入したモデラーの多くが、ザクよりも、61式戦車5型の方を欲していたのは疑いようのない事実。そう、事実なのだよ皆の衆。なるへそなるへそ。過去には、全国に数多存在するも、今では絶滅が危惧され、レッドリスト入りしちまったリタイ愛好者のみならず、61式戦車は、古参のガンダムファンにも人気なのだよ初見さん。なぜなら、1982年から発売された、森永キャラメルミルクコーヒー、機動戦士ガンダムのおまけのミニスケールモデルの第4弾には、当時キット化されていなかった、トップや61式戦車がラインナップされていたのよ、パないねえ。その出来は、川口名人も出来が良いとのたまうほどの優れもの。ジオラマにするのに重宝すると、当時も何気に人気を博し、多くのガキンチョが森永ミルクキャラメルを大量に購入、気が短くて血の気が多い傾向にあった当時のガキンチョが、キャラメルを噛み砕いて食べた結果、歯の詰め物が取れるやつもたまに出たと言われるすんばらしい眼科でした予想でした。悲しいかな、モビルスーツのおまけキットが人気を博した、森永チョコスナック機動戦士ガンダムの方が人気は高く、森永ミルクキャラメルの方は、再販もされなかったのでマイナーな印象は否めないものの。それだけに、ああ、それだけに。中古市場でのプレミアは、森永ミルクキャラメルの方がすんげー上なのですよ。参ったね。どうだったかな？三組の61式戦車のミニキットが上の外箱付きで、だいたい5000円くらいだったと思う今日この頃。森永チョコスナックのミニキットが2000円くらいなので、それよりはこのキットを買って回収した方が、すんげー安上がりってものですな。ちなみに、森永チョコスナックや森永ミルクキャラメルの下の菓子箱も、中古市場ではお高いのですよ。これ本当。その値段は、だいたい4000円から1万円くらいとピンキリ。昭和の頃の個人商店のお菓子売り場は、エアコンがついてないところが多く、
アルミ蒸着の包装になる。1975年より以前のカッパエビせんなど、湿気でしけったりしてたのですよ。チョコレートが溶けて劣化するケースも多かったので、食べたらゴミ箱に捨てることがほとんど。だもんで、こんなの集めてるのは、変わり物の包装紙コレクターくらいのもんですぜ。なんというか本中か、森永チョコスナックの MSV の頃には、ガンプラでキット化されなかったバリエーションのイラストも、ガンプラのボックスアートレベルのイラストが使われてたので、そういうのは特に貴重で高価な傾向なのでござんすよ。はい。おすすめ。